皆さんこんにちは。まあ、空のホストの家に来てます。ついも来てます。実はこんにちは。こんにちは。ああ、これね、見てください。これこれがホストが持ってる模型なんですけど、模型をね全部紹介するっていう企画をね、第2弾ということでね、模型をね全部紹介したいと思います。でホストは今どっか行ってるんで、はい、お着替えタイム終了しまして、今ね全員集合しました。これをね紹介します。じゃあ順番にやっていきますか。じゃあまず1品目目、4859の特急ライチョウです。はい、ライチョウ、ライチョウです。一応ライチョウの編成なんだよね、これね。じゃあまた揃ってないから、こうやってマスキングテープです。あ、そうマスキングテープ、おお、すごいな、すごい細かい。次来ました、特急日立の上野平12両貫通時代のやつだ、ね、そうそう、12両のこれ一番長かった時、上野線だ。一番長かった時。グリーン車ないの。え、顔違う。そう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 。12両貫通のやつ。顔が一緒のやつもあるし、違うやつもあった。これがね。で、これも思い出が面白いからね。全部中古。そう、全部中古だから一両一両ほぼ中古。これもこれだってトミだっけ？どれか一両トミだよね。これがトミで。181。そう、181で。で、これがあれなんだよね。あの鉄爆限定の、そう。戦闘車だけ買ったんだよね。鉄爆展示車両の一時規制探しです。えぐいよな。で、これもだいぶね、内装もね、内装じゃなくて、あの窓のやつもほら、やってあって。ちょこっとだけ。炭入れもしてあるからね、一応ね。炭入れはでもほぼほぼの車両してあるよな、特急だったら。まあ、ほぼ炭入れしてあるから。動画機で、これが12両のね、ケース。これも確かにあんま、結構レアなんだよね、確かに。この510はレアらしい。はい、じゃあこれ。さあ、これ何ですか？寝台特急の朝風の1号4号編成ですね。どっち、東日本のやつなんだっけ？確か東日本の。確かそうだよ、ね、はい、眺めております、今。これでもしかしたらね、俺みたいに寝台特急にハマる可能性はなきにしもあらずだから。そう。あの、空の朝風を見て、間違って北斗星買っちゃいましたっていう可能性はなきにしもあらずだから。これの内装が、これ確か中古で2両でいくらだっけ？そんな高くなかったよね。え、そう、これ塗ったんすか？これね、いや、もともと塗ってあったのを空が買ったんだけど、めっちゃ備品だし、ここで開きました。ゼロ番台が確か東海で、どっちがゼロだったかな。こっちがゼロ番台、こっち、うん、ゼロ番台とが東海ね。そうで、東海3000番台、あ、で、あっちが西日本と、それも新品でしょ。どっちも新品で、新品やね、これね。新製品の発売で、確か新品で買ったやつなんですよ。これね、あれなんだ、あの、うちに来て、あの、走行動画撮って、急に800回の再生を叩き出した幻の車両だからね、これ。あ、これ、空さんが買った。そうそうそう。空さんが買った。空買った。自分で買った。自腹だよ、確か。ホストですからね。いや、違うからね。飯田線のやつを、そう、買ってきて。墨入れもしたしね、これね。全部よく。顔、ほら。俺もほぼ国行った時言われたもんね、ちゃんと墨入れしてあるんですね、だからお顔のとこに。はい、じゃあ E50 トミックスの E501 系、これはね、大袋が俺にくれたやつのボレオ増血を空に打った感じ、うん、それは膜と信号印鑑でしょう、多分。そう、膜と信号印鑑、大津子、あの標準で入ってるやつよ、多分大津子と土浦がこの中入ってます。周りポイントはこの、なんていうの、表示幕のとこに青色マステ貼って、マクシャっぽく。え、すごいよね、それね。俺もね、最初見たとき、全く分かんなかった。え、ここに青いマステ、ほんとだ。この青あるじゃん、これをイメージして、横にも貼った。なるほど、それはすごいよな、これな。すごい。ちょっとカメラで捉えられるか分かんないんだけど、まあ若干見えるな。光の反射だから。若干見えるなって感じ。青がかってるのは分かるよね、若干。室内灯照らすと見えるかもしれない。そう、室内灯で見えやすいんだけど、まあ車両自体が死んでるから。これは高いです。加藤の新製品だよね。新製品の415系、これは膜が入ってないサボ時代のをプロトタイプとしたやつですね。M13 モーター、そうそう、膜の準備工事だけしてあるやつですね。まだサボが入ってるやつで、でこれはあのカップラーも全部あの新しいやつになってて、るやつで、確か4両で1万3000とかだっけ、持ったか1万2000ぐらいだよね。7両がクソ長いんだよな。今年の新年だっけ。そう今年よね、2022年の新年の時に空が買うわって言って買ったやつ。そう、横の
こっちにこれ準備工事だけしてあって、実際はここにサボが入ってるっていうやつなんですね。さあ40、これはめちゃくちゃ思い出ある。これは多分ね3分ぐらい一人で喋ってられる。無理無理無理。さあ見てください。これはね多分ね見たことある人も多いと思うよ。かなり多いよね。まあみんな持ってる。これはね見たことある人多いっすよ。あの俺らの動画の中でも、特に三鉄の走行動画の中でもだいぶ出てる車両だから。これがまあ白国が牽引機で、後ろが特急ハトツバメ。ハトの編成なんだっけ。そう、特急ハト、特急ハトの編成になってます。思い出タイム。思い出、母国産で走らせた時とか、フル編成出してしまうの大変だから伸び伸びと走らせた思い出が、全部加藤の純正の電球食 LED 入ってるから、そこが思い入れです。はい、651、これね、いや手に入れた時の喜びようはすごかったな。そうすごかったな、本当に。最初に武藤が7年買って自慢されて、じゃあ俺も買うわっていやね、中古屋を探します。でも俺も7年買うとは思ってなかった、ぶっちゃけ。それもそんな思ってなかったし、思ってなかった。俺らがこの車両、なんか俺らから見るとすごい高い存在だったから、当初手に入れるなんて思ってなかったんだけど、今となればね、1編成1編成で予備車あるから、確か先頭車いればさ、 あれよね、もう4両作れるから、やっぱり欲しい。やっぱ向こうの方が。ここまでちゃんと自分で現行品に負けないぞっていうイメージで作ってるからなんかお互い優しすぎるから。そうこれが最近買ったやつやな。これはな、衝動買い12,000円。これはほぼ新品です。これが 4%9K のハクさんカスタムポイント。これね、すごいよ、これ見て、これお顔、ほらもうこの精密さ、これ自分つけたでしょ確か。針金を切って自作で、今空の手が汚いのはさっきまで自転車を修理してたからです。すいません一応ゴシゴシはやってきたんですけど、食器用洗剤でちょっとゴシゴシはしてきたんですけど、ちょっともう油がまだ、あとなんだっけ、コンフィデンタルなんちゃらかじゃなくて、なんつうんだっけそれ、ラウンジカー的な、ラウンジなんだっけ、コンビニエンスラウンジカーじゃなくて、なんか名前あったよね、ラウンジ&コンビニエンスカーって書いてあるらしいです。これがね、ラウンジ&コンビニエンスカー、コンビニエンスカーって、ちょっとまあ窓配置がね、要は多分ここにコンビニがあったんじゃない。まあ多分ね、そうなんか売店みたいなのが多分あったんだよね、うん、ねこれが迷いに迷っておっさんの目の前から強奪してった。強奪はしてない一パー級。これが一応あれですね、入ってるやつ7両セット。7両が最終編成、モデル。モデル最終編成。で、それを12両に増結すると、一番全盛期の時の編成にもなりますっていう商品ですね。ポイントは全部、またさっきのレンジ付き交換と、はい、フックなしの前面に交換。そうなんだよね。で、これで多分、ここは、この右の区画は終了です。まあでもこれがメインのでっかいやつなんだよね。で、その他はあっちに。こっち、これか。じゃあこれが、これあれでしょ、僕土星のかけな北斗星の途中の編成。これが北斗星の途中です。確か車両が、なんだっけ、北海道側とあれがごちゃごちゃになっちゃって、そうそうそう、途中でやめてんだよね。途中でやめてる、かなりあるね。これですね、はい、これも思い出ありますよ。この思い出はすごいよ。はい、機関車くん、はい、いやまずね、これを見て思うことは、なんでこの1両をここに入れてんだっていうのが、まあみんなあると思うんですが、まあそれについての代弁は、まあソラシからね、下に50系を揃えようかなと。え、実はここにもともと機関車がいて、ちゃんと3両入ったんだよ。で、こいつはいなかったのよ、もともとがね。そう、もともといなかったんだ。ただ、まあ諸事情があって、まあまた一両ね、まあちょっと不慮の事故によってね、今回は空が完全に悪くない不慮の事故で、客車と機関車がまあね、まあ故障しました。それでそれの代替えとしてこの50系です。まずこいつパーツ取りね、まず50系ね、まず50系で、まあ、で機関車はじゃあどこに行ったんだ。ちゃんと最初はトミックスの機関車買ったんですよ。それどこ行ったんだって、ま、もう天に召されました。でこいつを買ったわけですね。はい、これ新品で買いましたよ。1600円かなんかで、5桁いかなかったから買ったんよね。で、こいつちゃんと室内灯も入ってます。全部純正室内灯、電球が入ってる、ちゃんと入ってます。
墨入れもしてあるんだっけ一応。あ、そう、ドアの縁の一応ね、まあ車体自体が黒いからあんまよく見えないけど、まあしてはあります。あとトイレ窓とこのサボの50系客車、国鉄の客車と何が違うんですか。塗り替えただけ。あ、そう、塗り替えて、あと一部のこの行き先膜なんか埋めたりとかかな。内装も変わってないんだっけ。内装は変わってない、シート変わってない。あ、変わってないんだ。窓割りも変わってないから、これまた金かかってるケースでできます。これは勝つよ、首突っ込めるよ、はい、いや、あー、はい、岩子シリーズかな、ひたちなが港線シリーズ、ね、港線シリーズ。キハ20のこいつはあれ、スカ色です。もともと加藤の2両セットで付属してたキハユニットのワンペアセットです。222のベースにしようと思って買って、やっぱ旋回窓の部品探したりとか、最寄りで模型店ないからちょっと難しくて、まあ待ってる状態です。まあ222だよな、これはな。で、これが港旧塗装の岩光色。これは勝水は初見じゃん、初見じゃないの。模型では見たことあるんですけど、やっぱそうだよね、実物はないです。え、でも多分空とか俺が生きてた時代は2006年に塗装変更がなくなったよね。あ、そう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 。だからあの2005年に2005年にあの、岩光が日立海浜鉄道に変わった年が2005年なんで、まあ、TX が開業した年でもあるんですけど、その時までは残ってたはずなんで、多分ね、あの見ては見たことはあるんだと思う。おそらく見たことある。記憶にちょっと旧客みたいな色した。旧客みたいな。ハボロタン港のキハ100の位置か多分。で、ハボロタン港から来たんで、この塗装のまんま現役引退して、今は中港にいないよね。確かに。どうなんだろう、保存されてたかな。確かどっかの歯医者さんにこれの兄弟が、ああ、そうだそうだそうだ、これの兄弟が展示されてるというか保存されてるはず。キハ11です。新品同様で7000円ぐらいかな。で買って、いやね、そうトミックスの M13。M13 です。これは。で中はポポンデッタのエネルギーチャージ室内灯っていうのか、うん、確かあのしばらくコンデンサーで貯めてくれるお高いやつが入ってます。はい、金かけてんね。まあ、M13 モーターなだけあってレールが綺麗ならめちゃくちゃ安定して走りますよね。次がこれです。205。これはね、びっくりだよね。トミックスからさ公式で出るってね。これ完全にひたちなか海浜鉄道のモデル。モデル。完全にモデル。モデル。でこういうところ何が違うんですか。まず形式と。あとはバス窓かな、窓割りが少し違かったりと、あと装備してる台車が違う。キハまたこれも岩光色。そう、岩光色のキハの201。でもこれは多分地元の人だったら見たことある人いるよね。置いてあったって言ってた。そう、足ヶ浦に最終的には高位室列車みたいな感じで海水浴客目当てで置いてあった車両だから、ボロボロでも見たことある人は多いかなって。本で見たことあります。おお、やっぱ置いてあったらそりゃ写真も撮りたくなるような、そんな感じだよな。今ちょっと前の塗装前の多分222とかみたいな感じで置いてあったんだよね。伊賀港、これはご存知。これはうちにもいる。そう、いるよね、はい、俺があの2両1000円売りましたから港。俺はいらなかったっす、買ったけどね。新品で買って N 化して T N 化しました、うん、思い入れは真面目に走ってくれないと。これでね、あ、そうそうそう、そう、これの電圧マックスでこのモーターをビューンってやって直したっていう。懐かしいよな。うもうどう磨いても直んなくて、もう無理だわって言って電圧かけたら直ってた。謎に多分ギアの噛み合わせが微妙だったんだよな。最後キハ11、これは新品レムトが買って、これはね、これ1万円したんですよ。マイクロの新品買って、めっちゃ高いんだよね。そう、これマジで新品で1万2000ぐらいするクソ高いやつで、俺がメルカリであの9000ぐらいだった。あ、そうなの。欲しいです。めっちゃ高いよこれ。でもめっちゃ空気に入ってるもんな。そうそう、めっちゃ気に入ってくれてよかったよ。ちゃんと手入れして連結器もちょっといじって、そう、ちゃんとトミックスの TN が入ってるっていう。ちょっと確かね、動きがギクシャクしてたなって感じだったんだけど、空のところに行ってからは、まあそうでもない。うち多分ね、あの加藤のパワーパックが良くなかったのかなってちょっと思ってるけど。次、旧客、さっきプラスで出てきた。これだけちょっと、あ、ちょ、あ、これ俺のだった気がするんだよな。違う、俺のだった。帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい。一生懸命違うのは、これは上等してもらった感じ。いやー、塗装が違かったりとか、
勝水さんは知らないと思いますけど、これね昔ね、うん、これ一流一流バラバラになって、あの四角いケースの中にポーンって適当に入ったんですよ。適当に入ったんですよ。うわ本当にで今はこうやって大事にされてるからね、うん、やっぱエセロもいるから引かせたいなって。これはまた来ました 4%5 ではなくて、はい、20箇所タッチかな、国鉄20箇所ですね。これがねめっちゃ両数増やしてる元凶なんだよ。両数圧迫してる元凶、ガチで多い。これこれがこれ右側は乗せてないやつ、これが乗っけたやつで、こうバラすとね自分で乗っけて自作なんですよ。この客車に合ってて上に乗せれば、はい乗りました。これすごいよね、すごい、これすごいよね。ワムのポイントは重りが乗ってて音が良いと。重いから止まんねえんだけど。そう止まんない、重いから止まんないはい次です。まあ、俺はチャコキはいらないんでね、あの青とグレーだけでいこうと思ってるから。さあ三鉄のフリーバーサーの時にチャコキの上に乗ってたコンテナなんで、それレアなんだけどさ、価値も知らずにくっつけたから、これがレアらしい。価値も知らずにくっつけやがってもやろうこれライトつけやつよね。あそうライトつけ、大きい風は高いやつですから。はい、じゃあ今からね、ここからこの上のね、この下のねやつ、ここからバーっていきまして、下の下段のでっかいケースは一通り終わりました。次ね、この中段および上段のこの単品のケースの紹介で移っていきたいと思います。じゃあもう一番これはもう気に入ってるってやつをね、まずいきましょう。デレ13の初期型で、この車両は、このパワーパックの N400 の初めてのセットに、一緒につけてもらった機関車で一番思い入れのある車両です。あ、で、ちなみに、同型式の後期型もいて、友達に聞いたところ、初期型と後期型どっちがいいかって言ったら、いや初期型より後期型の2つ目やろって言われてかなりショックです。で、違いは何ですか？違いはライトの位置が違うっていうのが1点と、あと前面の鎖のところがこっちは出点よりだった、あと装備してる台車がちょっと違かったっていうのが特徴。見て分かる通り、右の後期型は2つ目になって、左の前期型は1つの目にしかなってないです。気に入ってるで言ったら EF13。 はい、というわけでこれが EF13 です。 EF13 もともと凸型のボディ、いわゆる戦時型の電気機関車だったんだけど、下の EF58 が今の流線型になるときに、この箱型のボディが余るからってことで更新された車両です。ボディだけは58なんよね。そう、あー、わかんねえな、茶色しかわかんねえな、よくわかんないですけど、なんかすごいです。電気機関車はうんこ色なんだな、みんなな。EF66 です。これは01台の初期型のトップナンバーキーのプレートが入ってます。朝風牽引を持ってパックオフィンに買ってもらって。そうなんだよね。特徴としては裏側のジャンパー線をちょっと自作でつけてみたっていう程度。はい、ズームさせていただきます。こちらですね、ジャンパー線ね、針金を真っ黒にして、これは63の余り、63の余りを生かしたやつです。機関室って緑色の機関車多いよな、黒電話と思って、ほらこれ、これを貼ることによって窓ガラスから緑が出るから、こだわりがいいっすよ、さすが。細かいところのなんか再現はすごいなって。すごいよなマジで。はい、皆さん、サイガネでおなじみデーテンです。デーテンです。カツイもデーテン買ってたよね。デーテンだっけ、あれデーテンです。そうだよね、まあ、本当はこっちの柄を買おうと思ったんですけど、なんかうまく走んなかったんで、あ、そう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 、もう一個の更新車の方、更新色、俺のデーテンも同じく3軸目の台車がどうしてもカーブで脱線しちゃって、そういう意味で今旧車なんで。もう一両欲しいんでしょ。あ、そう、カットミックスの、ね、言ってたよね、トミンの。そう、トミックスならあれはカーブ曲がれるから。これもうまたすごい、これもう凝ったとこ解説してくださいよ。これジャンパー線を針金で自作してね、え、黒くなって死に物狂いでやってたからな、これな、終わんねえつって。これは大変だよ。見てください、はい、皆さん見てください、このジャンパー線は、これ見てください、これは本当に。またこれをね、ちらこちらやったんですよ。これで4両分ですよ。これだけで1週間とかでしょ。あ、そうそうそう、やば。ゆくゆくはあの朝間とか白さん引かせたりとか考えてます。機関車の愛がめっちゃ伝わってきました。大好きだもんね、はい、機関車ね。俺またパピコ君のところから、はい、
僕とついらねえわってことで、なっついね、これね、機関車を譲ってもらってトミックスの、まあ、ED79 の、まあ、青函トンネルのねタイプなんですけれども、おいくらだと思いますか。8000円ぐらい。700円。安っ。ガチで700円。 EF81 です。こいつの手を入れたとこは加藤の新しいバンタに交換してあって、中学生の頃にデコ入れしたから素わらな部分がたくさんあって、カシレとかには基本出さない。水戸にいる98号かな。やっぱいるからってのもあるぞ。ちなみに今なんか秋田中になんか検査しに行ってるらしいです。あー、そうなんだ。東に残ったパーチのラストであってほしいなとか。はい、ブラックですね。見てください、こちら武藤です。あー、ちょっとじゃあ武藤です。武藤です、ね、武藤ブラック。カシガマ、カシガマもね、パーチの中では気に入ってるよ。まあ、やっぱ元気、牽引客車いいの、いいねけど、上半戦でコキ引いたりは、まあ、極論あん中引いたりもしてたから、貨物牽引機的な面で採用してる。安いのがあればと思って、うん、EF80 新製品よね、一番新しいね。これがね、80と言ったらやっぱこれですよ。配管も全部ね、あのステンレスのあれになってて、そうそうそう、金属のやつになってて、一応空のとこにその新しい80がいて、あの俺のところに、マイクロの80が一応いるんですけど、まあ、ざっとこれがまあ電気機関車だけだと2、4、6、矢の10、12、13両ですね、ここで。でここにあのディーゼル機関車3両と、はい、まあ、こいつも電気会社だったね。そう、ゴッパー、まあ、ゴッパーはまあ、死ぬほど紹介してるから、コマドだから本当はカモメ用だったりとかね。で、これです。これがね、全部加藤ですよ。一応忠告しておきます、はい、空はホストホストっていうネタでやってますけど、ただの学生です。はい、学生です。ただの学生がこれです。俺らもただの学生なのにな、はい、何の差ですか、この SL の数は一体。じゃあ最後にね、締めとして、このはい、見てください、あれ貨車客車です。します、この中気になるやつ、クレーン、鉄のクレーン車。あー、気になる。その8時国鉄の、そうそうそう、そうです、貨車の。これ名古屋だっけ、静岡か、これ静岡所属なんだよね。脱線転覆とかした時に、いち早く出てって、復旧手伝う車両、四季4両。これがすごいね、四季4両です。本国さんにお世話になって4両走った、そう、小ネタで66で4両引いてたりとか、すごいよな、ね、これ。まだ見てない人はぜひ。もうあとは、あの空が初めて東京に行ったっていう動画を皆さん見てください。お願いします。で、これが、日立駅常備の滝。そう、それも活性そうだね。作ってる途中の寝台特急セット、4両って何がセットだっていうやつは、あの黙り上がりください。東部の鉄コレの、これまたね、401型は好きだよな、車掌車な。ドイツ商品が2個、これ昔のトミのやつやね。そう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 、ベトナムのやつでしょ。そう、トミックスの古いやつ。懐かしいね、ベトナム。これもね、そう、この前のトミックス、これが一番最初の、試作みたいな感じ、ね、試作バラスト。そうそうそう、これも取れる、これもちゃんと取れる、すごいよね。ほら、ほら、ほら、取ると空に状態。なんかさ、蓋も確か持ってたよね。そう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 、これもともと荷物蓋付きのセット買ってるから、そのあれを乗せるか荷物にするかっていうのを蓋パターンにできるっていう、うん、でこれトキの2500、あん中作りたかったやつだっけ。そう、あん中作りたかったんだけど、ポボンから出ちゃったから、まあ買うかってことで元の状態に戻したやつで、上のテーブル上にもいる。はい、あ、それあれですね、竹2両プラス青竹で5両、竹5両で、これがセメントのポキット竹、秩父セメントと、これは日本セメントかな、日本セメントか。これもメイドインベッドのアームですよね。これこそ古いやつ、ちゃんと綺麗な蓋です。めっちゃ古いね、トミーの。これが確かセット品の48000のグリーンのセットで、トイレ窓白くしてて、で下のワームも重り入れてて、それっぽく青ワームとね、茶ワームで、でさっきの茶ワームで計3両、そうそうそ う, そ う, そう、あと7両適当に買うか、茶ワームとりあえず揃えるかってことで考えてます。1600円、ホッキー1600円。これは俺もね1600円で売ってたら買ったよ。
俺欲しいです。出たで1600円。えぐいよな。しかも未開封。うん。いいね。安いのかわかんないけど安そうです。これトミックスの古いやつのテールライトがつくよ8000。一番最初のテールライトがつく商品ね。で車掌室の前に人を立たせて相当連結器がついてるっていうちょっと改造室。これが加藤の限定品かな。おじさんに頼んで入社してもらった特別製品のユーマニータイプです。これ水戸駅に昔いたユーマニーのタイプ品で、実はまだクーラーの形が違うとかでタイプだったり、で今 3D プリンターの技術が発達してきてるから、もしかしたら誰か作ってくれてないかなとかってことで、最後がオファーの31系のセット品かな。確かこれが C50 が出た時の特別ではないのか。どうでした。いやすごい国鉄の車両がいっぱいあってすごいなって。初見だもんな。はい、初見だもん、ね。国鉄っていうかなんか、いや古い車両。GR の方が多いと。なんか古い車両いっぱいいてすごいなって思いました。これがまあ空の家にある模型でした。いやもしね、まあ、気になるのとかがあってね、これ細かく解説してほしいとかがあればね、まあその教えてくれれば全然そう紹介動画あげますんで。次回の動画もぜひ見てください。お願いします。ここで報告しちゃいます。ここで報告します。重要報告。12月31日から1日にかけての東京都心の運転、ほぼほぼもうおそらく多分ね 7,8 割の確率で3人で行く予定になってます。予定です。めっちゃ楽しみよね。予定です。めっちゃ楽しみ。いやというわけでね、じゃあまた次回、はい、お楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。